免疫グロブリン G は免疫グロブリンのクラスの一つで二つの重腐り、ガンマと二つの軽斜から構成される単量体系である。人の血清の免疫グロブリンの75%を占め、体中の血液、組織液に存在する最も一般的な抗体の種類である。イグ分子は形質細胞によって酸性され、放出される。イグには二つの抗原結合部位がある。 蝶類のイグは、しばしば、アゲと呼ばれ、血清と卵黄の中に見られる。抗体は、体液生命液の主要な構成要素である。イグは、血液や細胞外液に含まれる、主な種類の抗体で、体組織への感染を制御することができる。イグは、ウイルス、細菌、真菌などの多くの種類の病原体と結合する、ことで、体を感染から保護する。これは、 いくつかの機構を通じてなされる。イグ抗体は、抗体応答のクラススイッチングと成熟に続いて、賛成されるため、主に二次免疫応答に関与する。イグは、サイズが小さいモノマーとして分泌され、組織への管流が容易である。この抗体は、人の胎盤を容易に通過するための受容体を持つ、唯一の抗体アイソタイプであり、子宮内の胎児を保護することができる。 母乳中に分泌されるイガに加えて、胎盤から吸収された残留、イグは、自身の免疫系が発達する前の新生児に、胎液性免疫を与える。初乳には高い割合でイグが含まれており、特に牛の初乳で高い。病原体に対する以前の免疫がある人の場合、イグが抗原刺激の約24から48時間後に、現れる。そのため、生後6ヶ月間は、 新生児は母親と同じ抗体を持ち、これらの抗体が分解されるまでは、子供は母親が人生で遭遇したすべての病原体から身を守ることができる。このような免疫グロブリンのレパートリーは、特に呼吸器系及び消化器系の感染症に非常に敏感な新生児にとって非常に重要である。一方で、新生児の免疫系がまだ未発達なことから、 生後から半年から一年あたりが最も新生児のイグ濃度が低くなる期間として知られており、この期間は新生児が病気に罹患しやすいとされている。イグはまたアレルギー反応の調節にも関与している。フィンケルマンによると全身性アナフィラキシーには2つの経路がある。抗原は肥満細胞の受容体 FC イプシロン RI に結合したイグを加強する。 ことによって、古典的な経路を介して、マウスの全身性アナフィラキシーを引き起こすことがあり、ヒスタミンと結晶板活性化因子の両方の放出を刺激する。代替経路では、抗原は、イグと複合体を形成し、イグは、マクルファージの受容体、FC ガンマリーイを加強し、不放出のみを刺激する。イグ抗体は、特定の抗原が、 肥満細胞に結合したイゲに結合する前に、これを阻止することで、イゲを介したアナフィラキシーを防ぐことができる。その結果、イグ抗体は少量の抗原による全身性アナフィラキシーを阻止し、大量の抗原によって誘発される全身性アナフィラキシーを媒介することができる。イグとアイムには類似点もあり、共にオプソニン化により、病原体などの微生物の表面に、 これらの免疫グロブリンが取り付き、マクロファージなどによる鈍食などの食作用を促進する。マクロファージには、オプソニン化を検出するレセプターとして、調節因子 CR1 があり、これによって、オプソニン化による結合された微生物が検出されている。典型的な免疫グロブリンの様々な領域と、ドメインを表す図。残機数は概算である。 イグ抗体は4本のペプチド差からなる分子量約1 5 0イダの大きな9乗タンパク質である。これには2つの同一のガンマ重差と2つの同一のイ差を含んでおり、4分割の4次構造になる。2本の重差はジスルフィド結合によって互いに結合し、それぞれイ差と結合している。その結果、4次構造は2つの同じ半分を持ち、 それらが一緒になって Y 字型の形を形成する。フォークの両端にはそれぞれ同一の抗原結合部位がある。典型的なイグの様々な領域とドメインをさずに示す。免疫グロブリンの分子をグラスプで示された水アクセス可能な表面として示す。イグの FC 領域には重3の定常領域のアスパラギン297に高度に保存された N クリコシルカ部位が存在する。 この部位に結合している N グリカンは、主に複合型のコアフコシルカに分岐構造である。さらに、これらの N グリカンの小数は、2分するグレクナックとアルファーに6結合しある酸残基も含んでいる。イグの N グリカン素性はいくつかの自己免疫疾患、感染症、代謝疾患に関連している。免疫グロブリには5つのクラスが知られており5種類に、 分類されるが、そのうちイグは、さらに、サブクラスによって分類される。人には4種類のイグサブクラスがあり、血清中の含有量が多い順に命名されている。食細胞上の FC 受容体に対するイグの、神話性は、抗体のクラスだけでなく、抗体がどの生物種に由来するかによって異なる。貧自領域の構造は、4つのイグクラスのそれぞれに、 固有な生物学的特性に寄与する。それらの FC 領域には約95%の類似性があるのに対し、ンジ領域の構造は相対的に異なっている。イグサブクラスの相反する特性や、ほとんどの抗原に対する免疫応答には4つのサブクラスが混在している事実を考えると、イグサブクラスがどのように連携して防御免疫を発揮するのかを理解することは、 困難であった。2013年に人の家義及びイグの機能に関する教授モデルが提案された。このモデルではイグさんが応答の初期に現れることを示唆している。イグさんは神話性が比較的低いもののイグ媒介防御がアイム媒介防御に加わることで外来抗原を除去することができる。続いてより神話性の高いイグ1とイグ2が賛成される。 形成された免疫複合体の中で、これらのサブクラスの相対的なバランスが、その後の炎症過程の強さを決定するのに役立つ。最後に抗原が持続する場合、抗新和性のイグ4が賛成され、FC 需要体媒介過程を抑制することで炎症を抑制する。このような補体を固定するイングサブクラスの相対的な能力の違いが、 臓器移植後の移植変に害を及ぼす一部の高度な抗体反応の理由を説明できる可能性がある。高赤血球自己抗体のイグ・アイソタイプスイッチ変異体を用いた自己抗体媒介性貧血のマウスモデルでは、固体の活性化において、マウスイング 2A がイグ1よりも優れていることが分かった。さらに、イグ 2A アイソタイプは FC ガンマ受容体と非常に効率的に、 相互作用できることが分かった。その結果、自己抗体を介した病理を誘発するためには、イグにある自己抗体と比較して20倍高い、容量のイグ1が必要であった。マウスイグ1とヒトイグ1は、必ずしも機能が類似しているものではなく、マウスの研究からヒト抗体の機能を推論するには、最新の注意を払う必要があることを、覚えておくべきである。とはいえ、 人抗体とマウス抗体の両方が、補体を固定する能力や FC 受容体に結合する能力が異なることは事実である。免疫グロブリン G の測定は、特定の症状を示す場合、自己免疫性肝炎など、特定の疾患の診断ツールとなる。臨床的には、イグ抗体の測定値は、一般的に特定の病原体に対する個人の免疫状態を、 示していると考えられる。この診療の一般的な例は、マシン、流行性自家腺炎、風疹 B 型肝炎ウイルス、水痘などに対する血清学的免疫を示すために抗体化を測定することがある。特異的因果は食物アレルギーでない人にも存在し、食物アレルギーの診断における有用性は確立されていない。ありがとうございます。